はい、こんにちは。ラピ TV です。Google Earth が見つけた不思議な場所、2020年最新版をお見せしたいと思います。その場所はと言いますと、こちら、ロサンゼルスの北になる場所で、あるものを見つけました。皆さんと一緒にね、この不思議な場所を見ていきたいと思います。早速拡大します。場所はこのずっと行きまして、カリフォルニアがありまして、ずっと拡大します。ここがサンディエゴです。サンディエゴ。そしてその北、ロサンゼルスがここにあります。まずこの位置にロサンゼルスを持ってきてください。まあ、座標のね、位置は貼っときますけど、これ写真で貼るんでコピペできませんので、ロサンゼルスをまず見つけてください。で、こういった、まあ、倍率にしてください。するとここ、このくさび型状の V の、横 V の形が見えてきます。ここを目印にこう行きますと、ここですね、山脈沿いに上がっていきます。するとここ、飛行場のマークが出てきます。はい。で、ここ一帯に不思議なものがあるといったものです。少しずつ拡大していきますよ。もったいぶりますけど、非常に不思議な場所を見つけたんで、皆さんと意見のね、コメント欄でいろいろとね、やっていきたいと思います。またこの詳しいことを知ってある方はコメント欄で、これは何なんですよということを教えてもらうといいと思います。では、早速拡大していきます。ずっと拡大していくと、もう早速、第1番目のね、不思議な場所、ここですね。丸いものが、これだけの大きさで、1、2、3、4、5、6、7個から8個、それと半円のものが1つ見えてきました。そして、ここにも薄い跡があります。こんな感じですね。まあ、建物がこの辺にあるんでね、住宅密集地と思います。密集というかアメリカなんでね、広いんでこんな感じです。もう建物がこの大きさなんでかなり広いものとなります。これが半円ですね。そしてこれが何か緑色。この緑色というのは穀物が生えていると私は推測します。アメリカではね、こういった刈り方をすると思うんですよ。農業のこういうふうに円形状にトラクターでこう刈っていく大きな農法だと思うんで、まあ詳しくはないんですけど、じゃないかなと思っております。違ったらごめんなさい。私の勝手な推測で言っておりますが、はい、これが1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つと半円とここにもあります。そしてちょっと飛んだところにここにあります。で、これを拡大してみるとね、ここにも農場がありますよね。そしてここに、まあ民家がありますよね。そしてこういった拡大しますとね、こういうふうになってますね。何かこう、はい。まあこれはずっとトラクターかなんかで買っていったものでしょう。アメリカは広大な借り方しますんでね。特殊なあの農機でね、大きな。私はだからこれは農場だと思うんですけど、間違ったご意見の方があったら教えてください。それにしてはね、他のところがなってないんでね、おかしいなと思いますよね。ここだけ規則的にこういった風になっております。で、いよいよね、メインの方に戻ります。さらに不思議な場所に行きますよ。これが1番目です。そして2番目の不思議な場所を行ってみます。あ、その前にね、この直径測っときましょうか。この直径を測っておきます。いいですか？これで、ここから、ここまでの直径。はい。約 783.96m。ちょっとね、正確には出てませんけど、783.96m となります。では、次の不思議な場所に行きます。それはね、近くにあるんですよ。どこにあるかと言いますと、いいですか？驚きますよ。はい、ここにもね、こういうふうに山に近い部分もこんなふうに不思議でしょ。白く円形状になった部分があります。これちょっと測ってみます。ここを測ってみますね。大体で測ります。
はい、これが1604メーター、1604.71メーターというふうになりました。かなり広い直径となります。そしてさらに不思議な場所、いきますよ。今日のメインです。私が見つけた不思議な場所のメインに行きます。はい、ここです。拡大していきますよ。山の近くですよ。周り見てください。こう山。で、そこに広い、ちょうど一番広いところですね。そこに拡大していきますと、これです。はい。ここに船がありますよ。こんな砂漠のど真ん中に。まあ、砂漠じゃないんですけど、こんな、はい。船の大きさ測ってみます。大体ですけど、はい。12.73メーター、縦が。横がですね。横を測ってみますね。ちょっと間違えました。横を測ってみます。はい。横が大体 4.73メーターの船となります。確かに船がこういう陸地に上げられております。そしてさらに不思議なことに、これですね。これです。果たして今日のメインイベント、これは何でしょう。私は池に見えるんですけど、こういった池って見たことないですよね、日本では。まあ、ここから機械を下ろして船を下ろすんでしょうかね。常識で考えると、この船をここから下ろして、ここで乗るといった具合で、ここになんでこの船を浮かべる必要があるのかなと、私なりに思っております。多分これ、船を浮かばせて、ここから上げる時の、はい、ものだと思います。こんな感じで。場所的に不思議なんですよね。こんなところに車がこの大きさ、家と言いますかね、建物。そしてこんなものがあります。ちょっと拡大しますよ。はい。こんなものがあります。これですね。何か知らないんですけど、それとかこれですね。これはちょっとなんかブルドーザーみたいに私は見えます。これがトラックか車に見えます。はい、こんなものが上空から見て、こっちにもあります。これは干上がってますよね、完全に。はい。こういう感じで、すり鉢状で、ここだけが、こう三角の不思議なものです。これがわかる方はね、ぜひコメントお願いします。今これね、アメリカでも話題になってますね。Google Earthで。これ何なんだろうかと、言った具合で、みんな今、いろんなね、やり取りがされております。まあ、ここで勤めてられる方は分かると思いますんでね、関係者の方は。分かったらこれは何なんですよというのを教えてもらいたいと思います。また、ここの右下の方に不思議な建物がこういうふうに建っております。これだけの影をが出るってことはね、かなり大きな建物のビルだと思います。こんなところにですよ。建物があります。引きますよ。位置関係を見るために、はい、こんな山の中ですよ。こんな山の中に、はい、まあ、ここにここまで来るとね、ここ有名なパーソンビルですかねという町になりますけど、道も走ってますが、ここからここに行こうで道がないんですよ。まあ、ヘリコプターがあるのはあるんですけど、こういう感じでかなり山の中のになります。ここですね、不思議な場所。ちょうどね、山に囲まれた中の、まあ、平野になってますね。一番いい場所にこういうふうにわざわざ池を作る必要があるんでしょうか。こんな大きな池、ちょっと測ってみますね。ここに船を持ってきてるところがまたすごいいいですね。いいですか。ここからここ測ります。84.34メーター、ちょっとずれましたね。もう一度、平面になってないんでね、 81.54メーターですね。もう一度いきますね。ちょっと拡大してるんで、はい、測ってみますね。歪むのは結局これ傾いてるから
この線が傾きますんで、だいたい 82.83m というふうになります。これですね。Google Earth が見つけた不思議な場所。詳しくもう一度見たいと思います。別画面に切り替えます。はい、こちらです。こちらになります。今横から見てるところです。ここに大きい方があって、こちらは水が溜まってます。こちらは乾いてしまってます。そして、ここに船があります。はい、こんな風に船があります。この船も相当使われてないような感じがします。はい。引きずった後も車の車輪の轍ちもないですね。はい、こんな感じで轍ちも全くありません。ここら辺に少しありますけどね。はい、ここに下ろして船でたったこれだけの、はい、まあ、人工池としては不思議なものですね。ここに船があって、ここに乾いた池があって、果たしてこれは何なんでしょうか。では 3D で最後を見て終わりたいと思います。はい、こんな感じです。完全な荒野の中の湖、人工的な変わった湖ということになります。まあおそらく人工物でしょうが、ここに先ほどの建物があります。こんな感じですね。道はちゃんとありますね。はい、こういうふうに舗装されてない道がこういうふうに延々と続いておる状況となっております。そういったわけで、こちら、Google Earth が見つけた不思議な場所、最後にね、拡大気味で 3D で見ながら終わりたいと思います。まず、ここ降りてみましょうかね。ダメですね。降りないんで、Google Earth の方で降りてみたいと思います。いきますよ。ストリートビューで、すみません。お役に立てそうにありません。もっと頑張ります。はい、これでストリートビューで降りたところです。こんな感じですね。中がこうえぐれてるのがお分かりかと思います。はい、こんな感じです。Google Earth の方で、プロの方で見るとこういうふうに降りることができますので、平面上で見ることができます。かなり降りるとでかいものです。こんな感じです。ちょっと測ってみますね、最後に。縦を。119.63m ありますね。結構長くないですよね。119.63m あります。で、消去で。はい、北に戻して地図のレベルを地図レベルを終了します。はい、これですね。果たしてこれは何なのでしょうか。皆さんぜひコメントをお願いします。2020年度 Google Earth が見つけた不思議な場所では、またです。不思議な場所見つけたらまたご紹介したいと思います。では、さようなら。またです。